1911年発行のベースボールカード1912年にヒルトップパークにて1917年、エドワード・ビクター・シー・コットはアメリカ合衆国ミシガン州デトロイト出身のプロ野球選手。右投げ、両打ち。愛称はナックルズ。ナックルボールの開発者とも言われ、MLB でプレーした14年で208勝149敗の成績を残したが、 1921年8月3日に、ブラックソックス事件に関与していたとして、永久追放処分を課された、アンラッキーエイトの一人である。老いの息子のアルシー・コットも MLB 選手。フランス系カナダ人の夫婦の息子として、デトロイトに生まれた。ジョージア州で野球を始め、1905年に、タイカップと共に、MLB のデトロイトタイガースに入団。 同年9月3日に MLB デビューもすぐに解雇された。1908年シーズン前にボストンレッドソックスと2500ドルで契約を結んだ。1912年7月9日にシカゴホワイトソックスへトレードされた。シーコットは翌1913年に才能が開花して18勝12敗。 防御率1.58の成績を残し、一躍、アメリカンリーグ屈指の投手として認められるようになった。1917年4月14日に対セントルイスブラウンズ戦でノーヒットノーランを達成。この年は防御率1.5328勝12敗で最優秀防御率と最高値の2冠を獲得した。ワールドシリーズでは3試合に登板して1勝のみに終わったが、 うち2試合で、関東、3試合、計23.0回を投げて5失点のみと、高騰した。チームは、ニューヨークジャイアンツを4勝2敗で下し、ワールドチャンピオンに輝いた。1918年には怪我のために12勝19敗に、終わった。1919年には29勝7敗を挙げ、再び最多勝ちのタイトルを獲得した。 この年のシーコットの年俸は6000ドルで30勝を記録した場合には1万ドルのボーナスを約束されていた。チャールズ・コミスキーオーナーはこのボーナスを支払うのを嫌がり、きっとグリーソン監督にシーズン最後の日に登板させないように命じたとされる有名な伝説がある。そしてこれが原因でシーコットはチームメイトのチックガンディル一類種からしつこく。 誘われていた、ヤオチョ試合の買収に応じたと言われているが、実際には9月19日24日28日と、最後の数週間も普段通りの間隔で、登板していた。国勢調査によると、シーコットは12人の大家族の世帯をもだった。ヤオチョの噂が飛び交う中、開催された、同年のワールドシリーズで3試合に登板した。 第一戦はいきなり最初の打者に対して支球を与え3二回を投げて6失点と大乱調だった。第四戦では4回に自らの2つの失策を絡めて2点を失った。その後は失点を許さなかったものの味方打線は1点も取ることができず関東負けを喫した。第七戦の前に他の競合選手が賭博士から約束通りの 報酬額が受け取れない可能性が高くなったことが判明し、シーコットはチームを勝たせるためにプレーすることを決めた。第7戦では終盤まで安定した投球を見せて1、失点関東勝利を収めた。チームは優勢を予想されながら、新シシナティレッツに3勝5敗でワールドチャンピオンを逃した。シーコットはシリーズ前に報酬の1万ドルを受け取り、 そのうち4000ドルをミシガン州にある農場を買い戻すために使用した。1920年は3度目の20章を達成し、レッド・フェイバー、レフティ、ウィリアムズ、リッキーカーと共に、史上初の20章カルテットを形成した。同年9月27日に、賭博士のビリー・マハーグの告白に基づく1919 19年、ワールドシリーズ時の八王朝の曝露記事が、ノースアメリカン誌に掲載され、 シーコットの名前も掲載された。翌28日にコミスキーと会い、ヤオ朝行為への加担を認めたシーコットに対し、コミスキーは、そんなことは俺に言うな。大売信に話せとどなったと伝えられている。そして同日のイリノイ州国軍大売信で8人の中で率先して辞供した。コミスキーは、刑事卒追直前にシーコットを含む疑惑の質にへえ、 出場停止処分に課す連方を送っていた。翌1921年2月14日に、ジャクソンらと共に過去の辞教を撤回する、口述書を提出した。裁判資料が盗まれるなどして検察官側は、八尾町行為への加担を立証できず、8月2日にシカゴ高等裁判所は、証拠不十分から全員無罪の評決を下した。それにもかかわらず、 ケネソー・ランディスコ・コミッショナーは、翌3日に声明を発表し、シーコットら8人を、9回から永久追放とする処分を下した。いわゆるブラックソックス事件である。シーコットは、ミネソタ州とウィスコンシン州のセミプロチームで1924年まで、プレーした。その後は、フォードモーターズの工場で1944年まで、働いた。 工場を辞めた後の最後の25年は、ミシガン州のデトロイト郊外の小さな村の自宅すぐ裏に広がる5.5エーカーほどの農場で働き、いちご作りに精を出した。野球の OB 会は、ブロンズの像をチーコットに送り、いつでも集まりがあれば出てきてくださいと要請していたが、いちご作りとその出荷で多忙だった。亡くなる4年前の1965年に、 デトロイトの記者が行ったインタビューの中で、確かに私は間違いを犯してしまった。しかしこれまでの45年間、まさしく生きようと努力してきたし、その償いはもう済ませたと思うと述べている。また、1日に、2、3通はまだファンから来るし、なんとドイツからサインを欲しい、という手紙が来たのは嬉しかったと述べてもいる。1969年5月5日に、 デトロイトのヘンリー・フォード病院にて死去。84歳ボー九1988年公開の映画、エイトメン・アウトでは、デビッド・ストラザーンが、1989年公開の映画、フィールド・オブ・ドリームスでは、スティーブ・インスティンが、シーコット役を演じた。スピットボール、シャインボール、エメリーボールなどの不正投球を得意としており、1920年に禁止されたが、 一年間の免除を与えられた。ナックルボールの開発者とも言われ、投球割合の75%がナックルボールだったと推定されている。シンカーやスライダーも投げていた。ありがとうございます。